本当これさっき、久々に本当にやってこれ、一発で撮ったの。ほら。ここ撮ったよね。撮ったよね、ここ。撮ったよね。で、ここでやめとけばよかったんですよ、久々にやったから。で、これで、やり続けたから。これでやり続けたからマイナス。僕言いましたよね。当たってるわ。あそこでやめときゃプラスだったのに。たれば言うとこのポジションもちょっと利益出てた時あったのに。やり続けたから。うわぁ、当たってる言ってること。言ってることが当たってんだけどな。うわぁ。言ってることは当たってんのに損をするというね。これがね、これが何とも言えないですよ。あ、鬼リバ来たよ。もうガチでここら辺そこなんじゃないのかな。オプションでね、ドル円とかも入りたいんですけどね、ちょっと位置がね、悪すぎるから、ラインっていうか基準値みたいなの。上、相当上しかないから、ポジれないよね。てか、結局これポジっちゃってるから、ポジれないか。証拠金で取られちゃってるからな。真夏のサウンスクつぶやきながら、月のステップへ進みたいね、恋のカリクラム。波音サウンスク、心が騒ぐよ。去年よりも僕は本気になる。です。砂浜で腹を焼いている。君を置いて僕は一人泳いだよ。その後のいきなりのキスは塩辛い味がした。 さっきまでのあの風景とは空気まで変わった気がする。海と空がちゃんと向き合って、そうお互いのその青さ映し合っている。渚の群青、愛しい人よ。ずっと切なくて言えなかった君が近すぎて。きっかけ群青、素直になるんだ。手を伸ばそう、恋の季節じゃないか。こういう時はね、眉に祈りましょう。どうしようもならない時は、眉に祈りましょう。眉はね、勝利の女神。なんかね、そんな気がする。なんかさ、眉って勝利の女神みたいな顔してるよね。思わない？なんか、ここが勝負だって時に眉の顔見たら、なんか勝負に勝てる気がする。なんとなく。もうなんかそんな気がしてきた。まあ、ちなみに僕、パルちゃんが一番好きなんだけど、なんかね、勝負に勝つ時は眉な気がするんだよね。なんとなく。多分あれですよ。眉のね、ほんとここは外せない、ここは絶対の勝負って時に眉の顔見たら、多分勝てる。僕ね、この前もね、ガロ金色でね、ST 入って、残り30回の時に、ね、残り30回での時に、携帯に入ってる眉の画像を見たら、普通に来たからね。普通にね、あれですよ。ガロの顔が完成しましたからね。まあ嘘なんですけど。まあ今作った作り話です。
でも多分これ持ってれば助かるんじゃないの、普通に。そんな気しかしない。これ持ってれば助かる気しかしない。持ってれば助かる気しかしないんだけど、これ。持ってようかな、これ。相上ちゃんみたいに事務所入った方がいいんじゃない？相上ちゃん？相上ちゃんっすか。でも相上ちゃんってさ、だって、まあ、こんなこと言ったらあれだけどさ、多分芸能界やっていけないと思いますよね。いや、なんかわかんないけど、なんか悪口になっちゃうのかな、これ。なんかネットだから、ちょっと人気になったみたいな人じゃん、あの人って。わかる、言ってること。ネットだから人気になっただけで、なんか別に芸能界でもっと、原石、ダイヤの原石持ってる人なんか腐るほどいると思うんですよ。ネットで人気になったからテレビでも人気になれるってのは大間違いだと思うんですよ。じゃあもっとわかりやすく言ってやろうか。ゆずか姫いるじゃないですか。ゆずか姫がテレビのね、芸能活動して人気になると思う？絶対無理でしょ。あの人は特にだけどね。絶対無理ですよ。本当に。断言してやる。100%無理ですよ。慎吾はって、いや、俺はそこそこいけるだろう。俺はそこそこいけると思うよ。まあ、別に、僕ね、中居正広を尊敬してるんですけど、スマップの。まあ、さすがに中居くんまではいけないと思うけど、そこそこいけんじゃないですかね。で、さすがに、僕はね、中居正広とかね、明石家さんまとか、あそこら辺までね、さんまさんとかまでいけたは思ってないです。鼻から思ってないです。もう恐れ多いですよ。まあ、比べること自体が恐れ多いですよね。それぐらいに思ってます。ただね、多分、まあなんかみんなが知ってるけど、みんなが知ってる芸能人だけど、まあ別にそんなに別に、なんかチヤホヤされてるか、なんか芸能人としてチヤホヤされてるかって言ったら微妙みたいなぐらいなぐらいまではいけんじゃない？例えば誰？いや別に名指しで言ったら悪口になっちゃうからな。まあ、例えばって言われても難しいな。だ言っちゃえば、だからひな壇芸人みたいなやつらですよ。なんか、ひな壇芸人みたいな人たち。